アルビアール・アルリマは、カーボベルデ出身の男性キックボクサー。アルビアー・リマとも、強靭な肉体と無人像のスタミナを武器に、ひたすら前進する、ファイトスタイルで、戦い方は、シンプルであるが徐々に、対戦相手の体力を消耗させペースをつかむ。2004年12月18日、スパーリーグネザーランズ2004にて、スーパーリーグデビュー。マルコス・タンケルに TKO を勝ち。 2005年9月24日、スパーリーグトーナメントターキー2005のトーナメントに出場。決勝でカマルエル・アムラーニに小勝ちし、優勝を果たした。2008年2月17日、K1 ヨーロッパマックス2 0 0 8インフホランドのヨーロッパトーナメント1回戦で、ウォーレン・スティーブルマンズと対戦し、判定負け。2008年7月7日、 K1 ワールドマックス2008ファイナル8のオープニングファイトでマーク・ボーゲルと対戦し、左まぶたカットによりドクターストップ勝ち。2009年4月21日、K1 ワールドマックス2009ファイナル16のトーナメント1回戦でアルトゥール・キシェンコと対戦し、BGR にサンダウンを奪われ小負けを喫した。ありがとうございます。